シェーンベルクのピアノ組曲作品25の初期スケッチにある3つの4話音からなるポリフォニックな複合体。下はバッハのモチーフを逆行させたもの。アーノルド・シェーンベルクのピアノ組曲作品25は1921年から1923年にかけて作曲されたピアノのための12音技法による作品である。 組曲の基本的な音列は以下の音程で構成されている。この作品は形式とスタイルにおいてバロック時代の組曲の多くの特徴を反映している。作品は6つの楽章からなる。演奏時間は約16分。プレリュードがボットミュゼットインテルメッツオメヌエットジグ。この作品でシェーンベルクは初めて音列の渡る高と反行の技法を採用した。 採用されたセットは P-0、I-0、P-6、I-6 とそれらの逆行である。アーノルド・ウィットールは第6半音であるトライトーンでの渡る高の選択はトニックとドミナントの関係をほのめかしたいという願望の結果であるとし、4つのセットすべてで GD のトライトーンが出現することはシェーンベルクがいくつかの場所で利用している。 階層的特徴であると指摘している。この組曲は、シェーンベルクの弟子であるエドワルド・シュトイアーマンによって、1924年2月25日にウィーンで初演された。シュトイアーマンは1957年にこの作品を商業録音している。ピアノ組曲の最初の録音は、1950年より、前にニエル・ビゴ・ベンツオンによって行われた。エドワード・ティー・コーンは、 ラインホルト・ブリンクマンが1968年に出版したシェーンベルクのピアノ曲の改訂版の中で彼が間違いと思われる箇所をカタログ化しているがその中の一つに組曲のガボットの第5小説目で G ではなく G となっているものがある。ヘンリー・クランペンハワーはジークムント・フロイトのフロイト的出現の概念を用いて 本律から予測される音からの逸脱を説明する心理的背景を指摘している。出典、ありがとうございます。